今回は全てのバトルパススキンがね公開されたから、まあ、紹介していこうかなって思います。で今回は4つのスキンが公開されたんやけど、まあ、1つ目がマリポサっていうのかな、まあ、このスキンで、次がレリック、まあ、このスキンで、次がオプティマスプライムっていうのかな、これで、で最後がパラニアイスニャッスルらしい、まあ、この4つのスキンが公開された。まあ、昨日のと合わせたらこんな感じで、まあ、全てのバトルパススキンが公開されたらしいね。バトルパススキンってね、多分フォートナイトクルーから見たら早いんやけど、7個のスキンがバトルパススキンで、1つがシークレットスキンなんよ。で、計8個のスキンがあるんだけど、まあ、そう考えると、この中の誰か1人が、まあ、新しいシークレットスキンらしいね。で、リーク情報によると、もう今までに登場してるスキンがシークレットスキンになるらしいから、まあ、そういうの考えると結構絞れそうだね。でちなみにこのマリポサ、まあ、このスキンはなんとダイナモの別バージョン系のスキンらしい。まあ大体そんな感じ、まあ、運営が公開したやつやね。そんな感じで全てのバトルパススキンが公開されたっていう。だから前流出したこの画像も本物だったんやね。そう考えるとこのブーメランとか新しいピストルとかも気になるね。多分新武器だろうね。あとはこれトランスフォーマーの新しいツルハシとか、まあ、そんな感じなんでしょう。まあ、そんな感じで運営がねなんと全てのバトルパススキンを公開したっていう。